皆さんこんにちは。皆さんお元気でしょうか。もうだいぶ、朝晩は秋の雰囲気になってきましたが、9月のキャンペーンも、新しいものもたくさん出ているので、ご自身に合うものとか試してみたいものを選んでいただければと思います。では、ご紹介していきます。3月ぐらいから、ずっとかなりお安く提供されていたエクララインなんですけれども、これが一旦9月でキャンペーン終了となります。このキャンペーンを機会に、普段プレセランスを使っている方とかがたくさん使っていただいて、すごく肌が数日でキメが細かくなったとか、乾燥しにくくなったとか、あと透明感が出てきたとか、いろんな方がいい感想を教えてくださったんですけれども、これも最後、一旦9月でキャンペーンが終了になるので、気になる方とか使ってよかったなっていう方は、買いだめされてもいいかなと思います。はい、最後のキャンペーンになるので、ぜひお見逃しなくという感じです。で、次に、5番ですね、キュアエクラキャンペーンですね。これは、コラーゲンにたっぷり の、 美容成分が入ったマスクと、ビタミン C がこの容器の上に入ってて、カチャってこう ビタミン C を入れて作る美容液を塗布して、美白をしていくっていうような、パックなんですけれども、やっぱり普段の化粧水とか美容液クリームっていうのに比べて、パックっていうのはすごく即効性があるので、例えば、お食事会があるとか、なんかこうお出かけして出ていくっていう時とかに、ちょっとその前に集中的に美白をしてあげるとすごくいいかなと思います。で、今だいたい8月の後半から9月っていうのは、夏の日差しをたくさんこう防いだとしても、やっぱり紫外線を浴びていて、で、朝の急激なこう気温が低下したりとか、湿度が低下したりとかすると、やっぱり肌にザラつきっていうのが出てきます。で、これを放置したまま冬を迎えてしまうと、なかなかこう保湿のケアっていうのも入っていきにくい、こうゴワゴワのお肌に美容成分ってなかなか入りにくいので、今その9月10月に、夏に浴びた紫外線をしっかりそのホワイトニングでケアしたりとか、ピーリングとかスクラブとかを使って、肌の表面のザラつきをケアする、そしてしっかり冬には、保湿の成分で肌を守れるようにっていうようなケアをしていただければと思います。はい、なのでこのキュアエクラっていうのも、4回分なんですけど、この時期に使ってほしいということでキャンペーンになっているのでおすすめです。で、次に、ニュートリエクラですね。これも長く、キャンペーンになってたんですが、美白のドリンクですね。続けて私は3箱とか続けて飲んだ時に、やっぱりシミが薄くなるのを感じたりとか、肌が明るくなるのを感じたりとか、あと栄養成分がたくさん入ってるので疲れにくくなったりします。これも、夏浴びた紫外線が肌の奥に浸透して、それがメラニンになっていくっていう過程が、ドミノみたいにどんどんこう進行していくんですけど、それをストップしてくれるっていう、略称でこうドミノストッパーっていう成分が入ってたりして、美白ケアの商品と合わせて飲んで、体の中から、明るくしてあげるっていうのがおすすめです。で、次に、8番ですね、ミティックのマスクレベイユですね。プレセランスのクーリングパックをより、美白成分だったりとか、保湿成分だったりとかが入っている、パックになります。これもすごく人気で、一つご購入いただくとブライトニングのシートマスクもついてきます。はい、これもすごく気持ちよくて、1回でお肌にこうツヤが出たりとか、キメが細かくなってこう引き締まるような感覚を得られるマスクです。で、ここでご紹介している商品ってすごくパックとか、マスクがすごく多いんですけど、人によってこう高い商品を使ったらやっぱり効果が出るっていう方もいれば、割とお手頃なものを、日々気兼ねなく使いたいっていう方とかもいるので、
まあ、そういうのが自分がどういうライフスタイルでどういうものだったら取り入れられて、どんなものだったら効果を感じられるのかっていうのが人によって結構違うなっていうのを思うので、ぜひ気になる方は試してみていただければと思います。で、9番日焼け止めクリーム、エビドンスの、30ミリの日焼け止めクリーム、これも、先月か先々月ぐらいからのキャンペーンですごく人気だったんですけど、これも今月で一旦キャンペーンが終了してしまうので、はい、今はもう年中日焼け止めクリームは塗った方がいいとは言われてるので、気になる方は引き続き、はい、おすすめです。で、新たに、9月に入って新しいキャンペーンなんですけど、10、11、12番はラコリーヌのキャンペーンになります。で、これも、今の時期に合わせたおすすめ商品になるので、ぜひ、こういう商品持ってないなっていう方はおすすめです。で、まず10番ですね、ピーリングジェル、これは、お肌の角質層の上にある死んだ、細胞が本来だったら、剥がれ落ちていくんですけど、それが例えば体の循環が悪くなって体が冷えてる状態とかだとなかなか剥がれ落ちてくれなかったりとか、取り切れてない例えば強い日焼け止めの、残りカスが肌の上に付着していたりとか、まあ、そういったのが原因でゴワつきとか、なんかゴワゴワした感じになるんですけど、それを、酸の力で剥がして落としてくれるっていうのがピーリングになるんですけど、はい、これは結構、まあ、今の時期だったら全顔使ってもらっていいんですけど、あとはこう小鼻だけよくザラつくっていう方はそこだけだ使ってもらってもいいですし、顎周りが結構ザラつくっていう人はそこだけ使ってもらっても大丈夫です。いろんな使い方ができるんですけど、まあ、今の時期だったら週に、まあ、3回ぐらいしてもいいかなと、あとゴワつきが気になる場合だったら連続して使ってもいいんですけど、ほどほど割と落ち着いてくれば週に1回とか2回とかのお手入れになるので、コスパがいいというか長く使える、毎日使わないので長く使える商品になるので、こういうのは1個持っておくのがおすすめです。それから、11番のホワイトセラム、これはブライトニングの美容液ですね。種類としては一番最初に出てきたエビドンスのセラムとかと同じような使い方になります。これはなんかちょっと透明の液がちょっと黄色っぽい感じで、なんかビタミン C が入ってるなみたいなのがなんか感じられるような色味なんですけど、使用感はすごくすっきりしてて気持ちいいです。で、12番アンティスポットホワイトコレクター、これなかなかない商品なんですけど、例えば気になる大きいシミがあるとかですね、くすみがこう強く部分的にグッとこう濃い場合に、集中的に塗ってもらうものなんですけど、なんかこう石膏みたいな結構白いものでちょっとこうねっとりしてて固めなんですけど、それを塗布する感じですね。私はこう結構乾板みたいなものが広くあるんですけど、そこに結構集中的に使ってた時はすごく割れてきて薄くなってきてたので、今回またこのキャンペーンで使おうかなと思ってます。気になる方はぜひ、はい、毎日続けてみてください。14番、アブソリュートホワイトマスク、これもなかなかキャンペーンにならないんですけれども、真っ白いパックで、これもさっきお伝えしたようにちょっと石膏っぽいものなんですけど、塗ってピタッと20分ぐらい置いて流すと結構ツルツルで、なんかトーンが上がるなっていう感じがします。はい、私はこれ毎日今使ってます。すごく使いやすいですね。だーって垂れてきたりとか全然しない、ちょっと固めのものですね。で、15番ミネラルブースターですね。はい、これも大人気なんですけれども、まあ、使ってる方は結構なんていうんですかね、継続して使われてるんですけど、まあ、使ったことがなかったらそんなにいるのかなって思う方が多いと思うんですけど、このミネラルブースターを使うと、その後に、例えば化粧水をしたりとか、その後にクリームつけたりとか、どのタイミングで使ってもらってもいいんですけど、ミネラルがすごく高配合されていて、ミネラルって結構ペタペタするんですけど、その後のものの入りをすごく良くしてくれるっていう商品、面白い商品で、私は今毎日化粧水の前にミネラルブースターを使ってるんですけど、すごく日に焼けてしまった時とかは、まあ、マスクとかパックとかをする前にこのミネラルブースターをして、パックをして洗い流して、でまたミネラルブースターをして化粧水してみたいな感じで、
ダブルでというか使ってるとお肌もそんなにトラブルが起きることもないですし、紫外線とかも割と早めにそのダメージも回復してくれるかなっていう感じで、ヒゲ剃り跡も男性のお肌とかにもすごく良くて、はい、まあ、ユニセックスっていうか結構これは珍しく強めの香りですね。でもまあ好きですっていう方が多いです。はい、で18番のラップスクラブですね。これは2本セットで4400円で、結構ミックの商品の中では割とお安いものになるんですけど、ボディにも使えたりしてすごい便利です。スクラブは他のエビドンスとかラコリーヌにもスクラブがあるんですけど、それは結構粒子がすごく細かいんですね。でこれはもうちょっとしっかりした粒子で、肌じゃないや体にも結構使えたりします。肘とか、はい、なんかニキビがよくできちゃうなとかっていう時にはこういうのよく使ってたりするんですけど、はい、これもすごくこうツルツルになって、あとクレイ、泥が入ってるので、泥は天然 の汚れを吸着してくれる力があるので、そういった意味でも、たまに使ってあげる、週1回2回でもいいので使ってあげるとすごくいいです。22番、マスクグラシアル、これも大人気なんですけど、これは2本ご購入いただくと、プレゼランスの拭き取り化粧水がセットでついてきます。はい、これはずっと続けてくださってる方はずっとなんですけど、まあ朝起きてからすぐ塗って10分ぐらいしてから顔洗うっていう感じの、朝の洗顔の代わりにしていただいてもいいですし、夜お風呂の中とかお風呂から上がってからでもパックしていただいて、その日に受けたダメージっていうのをしっかり和らげて、クーリングパックで引き締めて汚れも吸着してっていう感じで、はい、まあ、デイリーに使えるっていうのがすごくいいところで、で、まあ、しっかり効果もあるというふうに使ってくださってる方は皆さんおっしゃってます。で次に、23から26番がプレセランスの、スープレムっていう新しいラインが出たんですけど、その新商品ですね。でプレセランスよりはもうちょっとこうお姉さん向けというか、より美容成分とかアンチエイジングの成分が入っているので、プレセランスとエビドンスのこう間っていう感じなんですけど、私はクレーム25番のクレームは1回使ったんですけど、これはすっごく良かったです。クリームよりももうちょっとこう硬いというか、バターとかバームに近いような感じなんですけど、バラの香りですごく保湿力もあって整う感じがしました。でそれ以外の商品は私はまだ使ったことがないので、徐々に使っていきたいなと思ってるんですけど、23番の、ネットアイアントムースープレム、これはクレイ、泥の洗顔料なんですけど、先ほどお伝えしたように泥は天然 の皮脂とか汚れとかを吸着してくれる成分なので、ちょっとこれは気になるなって、使いたいなっていうふうに思ってます。他にもすごくいい商品はいっぱいあったんですけど、どうしてもこれだけはお伝えしたいなっていう商品をピックアップしてお伝えしました。夏の紫外線で何歳もこう肌年齢は上がるっていう風に言われてるので、ぜひちょっとこう集中的にケアするっていう風に意識しながら9月は過ごしていただけると、すごくこの冬も綺麗な肌を保てるかなと思いますので、また合う商品とかわからなかったらぜひご相談いただければと思いますので、よろしくお願いいたします。では今月もありがとうございました。